です。トラです。ももかです。ヒアリです。せーの、キッズゾーン TV 始まるよ。イエーイ。今日は特別ゲスト、ミラージュミラージュが遊びに来ています。よろしくお願いします。ミラージュミラージュは大人気ドラマ秘密戦士ファントミラージュに出演している4人からなるガールズグループなんだよね。桜井かこみです。今回は前回に引き続き出演することができてすごく嬉しいです。今日はよろしくお願いします。あすみさきです。今日は前回に引き続き私たちがダンスレクチャーするので、みんなも一緒に練習してくれると嬉しいです。今日はよろしくお願いします。しずきおつばです。今日はドキドキの振り付けをレクチャーしていくんですが、少し難しいですがついてきてほしいです。よろしくお願いします。せーので、今日は前回に引き続き出演することができとても嬉しいです。楽しくダンスを踊っていきましょう。よろしくお願いします。また来てくれて嬉しいね。うん、嬉しい。今日は何の曲のダンスを教えてくれるの？はい、今日はドキドキのダンスをやっていきます。この楽曲は私が7月に加入し4人体制になって初の楽曲になっています。私はドキドキの曲が元気ですっごく好きなのですが、歌詞で好きなところはありますか？私の好きなフレーズは、だけど傷ついてやめたくなる、そんな時はなのですが、そうやって落ち込んでいる時でもこのドキドキの楽曲を聴いているだけで心もすっごくハッピーになれちゃうからです。私がお気に入りのフレーズは、笑顔は幸せを呼ぶからというフレーズです。歌詞の通り、笑顔でいると幸せが訪れるような気がして、すごい楽しい気持ちになるからです。私は、心も明日も晴れるからです。この歌詞を聴いた時にすごく元気な気持ちになれたからです。私は、君とドキドキする未来は今が始め時という歌詞がとてもお気に入りです。この歌詞を聴いているととてもワクワクしてハッピーな気持ちになるので、とても好きです。じゃあ歌詞にも注目して見てみようね。それではミラージュミラージュにドキドキのダンスを教えてもらおう。イエーイ。ドン TV イエーイ。ドレミファソラシドキドキもうドキドキ、夢はいつでもときめき、君と大きくハートを描くと可愛く見えるよ。
それでは2つ目いきたいと思います。腰を下ろした状態から上がってきて、手を1の形にしたらくるくる。そしたら手を表裏表裏にします。ここまでが2つ目です。四つ葉ポイントお願いします。手を表裏表裏にするときは肘をしっかり伸ばしながらはっきりとすることがポイントです。そしたら手を前に出して横に出します。そしたら足をキックをしたら手を前に出します。そしたら足を内外、そして手をグーにしてジャンプジャンプ。ここまでが3つ目です。セイラポイントお願いします。足をキックしたりジャンプするときには足と同時に手を大きく使うと可愛く見えます。これでドキドキのサミの振り付けは完成です。ドレミファソラシドキドキもうドキドキ夢はいつでもときめき。ドキドキのダンス元気いっぱいですっごくかっこよかったね。かっこよかった。ありがとう。ダンスで特に気に入っているところはありますか？私はドレミファソラシという振りがとても好きなので、皆さんもぜひ真似してみてください。最後にキッズトーン TV を見ているみんなにメッセージをお願いします。私たちが出演している秘密戦士ファントミラージュのオープニング曲ガールズガールズの恋するカムが10月30日にリリースとなります。私たちはガールズガールズとしても活動中なので、ぜひチェックしてください。今日はありがとうございました。それでは今日はこの辺で、せーの、キッズトーン TV。